はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、こちらを紹介したいと思います。いや、もうめちゃめちゃ素敵です。可動棚付きのパソコンデスクになります。しかも、丈夫。ね、組み立てもとっても簡単なんです。これね。はい、幅が130センチタイプになります。ここにね、ヘッドホンをつけるフックまでついてるんだよ。すごいでしょ？ね、とってもいいよ。はい、今回はこちらのラック付きの L 字デスクになります。広々としたスペース、組み立てが簡単、そして収納性が抜群、頑丈な設計、そして安定性がアップしますね。これね、高さ調整もついてるんで、多少デコボコしたところでもちゃんと水平をね、取ることができます。はい、広々としたワークスペースね、素敵だね。落ち着いてるでしょ、ね、いろんなカラーがあるよ。丈夫で頑丈な構造ですね。まあ、こういう感じのイメージになります。ここに本を置いてもいいし、パソコンを置いてもいいしね。おじいはゲームのジョイスティックとかね、そういったものを置こうかなと思ってます。はい、ゲーム部屋にも最適ってことで、かっちょいい、ね、広々スペースだからね、アンプを置いたりすることもできるし、スピーカーを置いてもね、全然余裕ではね、広々を使えます。はい、人間工学に基づいたフレット設計ということになってますね。まあ自信がある設計なんだろうね、これね。これね、すごくいいよ。丈夫なドッキング、これ天板がね、これはね、組み立て動画でしっかりと解説しています。はい、幅なんだけども、横が130センチで、ここがね、50センチで、こっちが80センチね。で、この幅が30センチ。これ高さが74センチ。で、ここね、重さなんだけど、25キロ、耐えることができるそうです。この天板がとにかくね、めちゃめちゃ丈夫です。で、ここはね、60キロ大丈夫だそうです。で、ここにね、嬉しいことにね、ちょっとしたものを置ける、ここね、台があります。ここはね、10キロまで置くことができます。ね、はい、まあ、大きさ的にはこんな感じ。ちょうど手頃で小スペース、そして頑丈、いいでしょう。はい、じゃあ実際にね、もう組み立て済みなので、現物を見てみましょう。はい、こちら。はい、そんなわけでね、こちらが組み立てた後のディスクになります。はい、ご覧ください。素敵でしょう、ね。ね、まず全体的にこちらはね、右側に棚があるモデルになりますね。左側に棚が来るモデルもあります。これはね、右モデルになります。で、この棚はね、はい、説明でも言ったように、こう可動棚なんで、これが今ね、一番上で、ここにね、2段目、ここの高さにもできます。で、今これが3段目です。で、一番低いところだと、こう4段目ね。この4段のうち2段を棚にしてね、使うことができます。でね、おじいの場合はこう一番下にこのボックス型の100均で売ってるやつをね、こうやって収納をこうやって出し入れしたいので、下のスペースは空けましたね。で、ジョイスティックとかを置きたいので、これぐらいのスペースがあればね、上等だと思います。で、ここのね、R の面ね、ここのところも角になっていないので、まあ安心ではね、何かあってもね。で、板はね、かなり丈夫です。これね、ステアリングとかマイクアームなんかを固定するのにも全然丈夫です。これね、で、左側はね、はい、このようにヘッドホンをかけるためのフックがちゃんとついています。これいらない方は取り外すことができます。これね、はい。でね、ここ高さ調整できます。ここね、床が斜めの場合はここで高さ調整をすることができます。まあ、全ての足にね、6本とも全部ついております。そしてね、まあ、構成についてはこのバッテンがこうついているので、まあ、ねじれ防止だね、こっち側とこっち側とダブルでついています。はい、で、このテーブルのジョイント部分ね、組み立て動画でもびっくりしたところなんだけども、ここがね、非常にね、しっかりとこの丈夫なね、このパイプでがっちりと仕上げ止めてあります。
これがね、あちらとこちら、そして真ん中のフレームね、全部で、6本のネジでギューッと固定しているので、もうブレることはありません。はい。でジョイントのつなぎ目、つなぎ目はねこう1本あるんだけども、どうでしょうね。はい、綺麗でしょうね。そしてはい、まあここはねこれをちょっと外して、ここねモニターのよいしょ、電源とかそういったのね、ケーブル類とか HDMI とかそういったものを通す穴になりますね。これプラスチックはプラスチックでここにあって、でこれゴムね、これもここに入れることができます。はい。そしてねこの台が何気に便利です。うちの場合はここにあのポータブル電源ね、これが使い勝手がいいんだけど、ちょうどこれね置くスペースがあるのでめちゃめちゃ便利ね。あのスマホとかいろんなものを充電するのにここにねポータブル電源置き場にしようかなと思ってます。はい。まあ、作りはかなりねしっかりとしています。素材もねしっかりとしています。はいね、ブラックバージョンとホワイトバージョンがありますね。ね普段もこんな感じなんで、ね、まあ、これはね組み立て動画を見てもらった方が、まあ、早いんじゃないかなと思います。で組み立てはね女性でもできます。ただあの電動工具は持ってた方が絶対にいいと思います。手でくる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 やるとあの結構ね大変だからね。それでねこの棚をつけるのは一番最後の方がねいいかもしれない、組み立てがね、うん、はい。そんなわけでね、まあ、かなりしっかりとした作りなのでおじいは気に入っております。はい。まあ、組み立て動画も動画の説明欄にリンク貼ってあるのでそちらの方からご覧になってみてください。はい。大きさ的にはどうでしょうね。はい。まあノートパソコンを置いたりとかね、よいしょ、今これバッテリーこう持ってるんだけども、どうでしょう、この奥行きなんかもちょうど使いやすいでしょう。この幅もね130ということで、まあ、デスクとしてはこれ以上小さくなるとちょっと使い勝手が悪いかなっていうギリギリのコンパクトサイズではないかなと思います。大きいテーブルが置けない方ね、最低限これぐらいの作業スペースは欲しいよね。だいたいねあのマウスを使ってキーボードを置いてモニターを置いてっていう余裕は十分にあります。はい。じゃあね組み立て動画はリンクから見てください。はい。なんか分かんないことがあったらあのコメント欄にいろいろ書いていただければ分かる範囲でお答えしたいと思います。この下のスピーカーついてこないからねこれね。はい。じゃあお値段の方に戻ります。はい。そんなわけでいかがだったでしょうか。すごいでしょね、欲しくなっちゃったでしょう。いやおじいもねデスクいろいろ見たけどね、これまた素晴らしいなと思った。収納がいいよね、可動棚式でね。はい。そんなわけでお値段の方を言ってみましょう。せーの、ダキューン。はい。今回はね色が2タイプのこれね、棚が右バージョンと左バージョンと2種類あるんです。今回元気なおじいが紹介したのは、組み立てたのは右棚バージョンになります。このね右棚バージョンのブラックバージョンね、こちらの方が14,800円、今1,500円オフのクーポンがあるので、13,300円で購入することができます。そしてこちらが、はい、左棚バージョンになります。お部屋のレイアウトによって右左選ぶことができるんです。でもねこれね2つ組み合わせるとまたかっちょいいよ。これね2つ上げると両側にこのね棚が来る形になったりとか、真ん中にこれ置いてもいいよね。こういうあのマクドナルドの M の形みたいにね、こうやって使うこともできるし、いやこれね2つあったら最高だなと思うね。はい。そしてこちらがホワイトバージョンの右棚バージョン、今回元気なおじいが組み立てたのはこちらになります。お値段はねみんな同じ 14,800円の1500円オフのクーポンがついています。そして、ホワイトバージョンの左棚バージョンがあります。こちらもお値段は同じですね。すべて 14,800円の1500円オフクーポンで、ただねここ左バージョンのこれブラックだけこれ800円オフなんだね。これね、これなんでなんだろう、左の方が人気なのかな、
これなんでかな、他は全部1500円分なんだけど、これ左棚バージョンこれだけなんで800円分なんだろうね。700円なんでここは少ないだろう。これめちゃめちゃ気になるよね。左側バージョンが結構売れてるってことなのかな、どうなのかな、ね、うん、この左側棚バージョンのこの黒欲しいね。この横にくっつけてみたいこれねホワイト&ブラックね。はい、そんなわけで今回は素敵なこのね、可動棚付きのディスクを紹介させていただきました。だったらなんか分かんないことあったらね、コメント欄で質問していただければおじいが分かる範囲でお答えしたいと思います。で、組み立て動画はこのびっくりマークの中に入ってるし、あと今ここに出てると思うんでね、こちらをご覧になってみてください。 Amazon のリンクは動画の説明欄に書いてありますね、参考にしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。